はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ここからお送りしてるんですけども、最近使ってよかった、生活が変わったアイテム5つをですね、紹介していきたいと思います。結構実はね、溜まってきてます。やっぱりですね、この生活してる中で、ちょっとしたアイテムでもだいぶね、この生活が変わったりとかするので、その辺最近買ってよかったものとかですね、まとめて5つ紹介していきます。では、いってみましょう。はい、ということでまず1つ目からですね、1つ目ですね、実はもう近くにあります。ちょっと行きましょう。はい、ということでこちらがですね、まずソファーになるんですけど、実はこの下にちょっといいもの引いてあります。はい、このソファーですね、実はこの上に引いてあるのがこれですね。ちょっと引いてあるんですけど、これがですね、ヤマゼンのあらゆるどこでもカーペットっていうものを引いてあります。これ実は何ができるかっていうと、あったかくすることができるカーペットですね。要は電気毛布みたいなやつなんですけど、結構大きいのでこんな感じで、ソファーの下とかに引いてですね、冬寒い間これで乗り越えました。暖房費用とかかかっちゃうんですけど、これだと割と節約しながらでも、座ってる時あったかいっていうのができるのですごくいいと思います。でこれがですね、ちょっとこれ外してきますけど、はい、こんな感じで敷き詰められてます。ソファーの下だけじゃなくていろんなところにね設置できるんですけど、うちはこんな感じで、ソファーの下にですね、設置して、この冬をですね、乗り越えました。で、あとこれがですね、コントローラーみたいになってまして、今切れてるんですけど、これをギュッと上に上げていくと、こんな感じで温度をね、上げることができます。で、一番強くするとかなりあったかいです。で、これ自動でオフになるセンサーがついてるので、何時間かでずっとつけてるとオフになります。なので、もう熱くなりすぎて使ってない間にめっちゃ熱くなっちゃうっていうのは避けられるようになってます。そこもいいと思います。こんな感じで調整できるっていう感じですね。で、今のやつを今年の冬っていうか、去年の冬からですね、使い始めたんですけど、めっちゃ良かったんですけど、これね、今見てみると、Amazon で同じやつが売り切れになってました。買った時の価格が6600円だったんですけど、今見るとね、赤色、この色違いだけ、かろうじて在庫があるっていう感じだったので、ちょっとこれからの季節は、あんまりね、このもうだんだん暑くなってくるので、使わないと思うんですけど、今年の、さらにこの秋冬とかぐらいから使うっていう場合に、これすごくいいんじゃないかなというふうに思います。これはもう引き続き、次の冬もね、使っていこうと思ってます。はい、で次ですね、次紹介していくのが、これ今ね、キッチンの近くに来たんですけど、ここに設置してあるものになるんですが、ミューズノータッチっていうものを、買って使ってるんですけど、これめっちゃいいです。ちょっとお見せしていきます。はい、こちらがですね、ミューズノータッチになるんですけど、これですね、要はこの専用のミューズのこのボトルをですね、この上に装着して、で下にこのセンサーがあるんですけど、ここに手をかざすとミューズの泡が出てきます。ちょっとやってみますね。はい、こんな感じです。そうするとこんな感じで泡の石鹸が出てくるので、タッチせずに泡を出してそのまま洗えるっていうものになります。これ使うことで、いちいちこのね、手洗うときにプッシュするっていう手間がなくなって、本当に手かざすだけで手が洗えるようになったのでめっちゃいいです。で、あと詰め替え用がですね、普通に売ってるので、あとはもうなくなってきたらボトルをね、差し替えるだけで使うことができます。これめっちゃいい。これが Amazon で、最初のこのボトルと、本体のセットで、1600円ぐらいですね。で、なんかクーポンとかも出てるっぽいです。ぜひ参考にしてみてください。はい、でね、部屋戻ってきたんですけど、次3つ目紹介していくのが、じゃじゃじゃんと、こちらになります。ちょっとこれもね、珍しい。ちょっとガジェットっぽいね、機械になってるんですけど、これが最近使ってるアロマディフューザーっていうものになります。これ結構妻のお気に入りで、もうずっとこれ寝るときに使ってるんですけど、この真ん中にこれ瓶が入ってて、これは無水エタノールと、あとはアロマですね。うちはシゲタっていうところのアロマオイルを使ってるんですけど、そのアロマオイルを無水エタノールで希釈したものをここに入れてます。で、使うときは、これ電源ですね。電源挿します。今電源挿したのでちょっとお見せしますね。これ上にこれ電源ボタンがあって、で電源を押すと、もうこれだけでもうアロマのいい香りがふわーっと出てくるんですよ。押します。こんな感じ。もういい香りがしてきてるんですけど、ここからアロマが出てきます。で、出てくるこの時間とかをですね、設定できるんですよ。これボタンがあってですね、はい、今設定してみたんですけど、オフ30ってしてると30秒間休みます。で、オンが今5ってなってるんですけど、5秒間この匂いを出しますっていう感じ、放出します。で、真ん中がタイマーになってるので、寝るときに例えば30分でもう消しちゃいますっていうタイマーを設定できます。なので、最初にこの電源ボタンを押して、あと設定をですね、
自分の場合はオン5秒、オフ30秒、でタイマー30分っていう感じで、設定してあげて使ってます。でこれをしてあげることで、まあ、何がいいのかっていうと、なんかいい香りでなんかリラックスして寝れるんですよ。これがねすごく大きくて、まあ、睡眠ってですね、この渡辺の場合は1日8時間ぐらいかな取ってます。まあ、7時間から8時間ぐらい、取るようにしてるんですけど、睡眠っていうのは1日の中の3分の1ぐらいですねを占めるめっちゃ長い時間なので、まあ、その次の日の、ね、活動とかにも影響してくるので、まあ、睡眠はめっちゃ大事にしてるんですけど、最近こういったアロマとかを使ってより快適に眠れるようにしてます。これもおすすめアイテムですね。はい、ということで次4つ目ですね。4つ目も睡眠に関するアイテムになるんですけども、よいしょ、こちらの、はい、これ枕になるんですけど、これがですね、これブレインスリープピローっていう、これね、新しい枕になってます。こうしてみると結構わかりやすいと思うんですけど、結構ね大型のこれ枕になってます。でさっきのこのアロマの話もね、共通してるんですけど、この睡眠の質を高めるっていうのは次の日をいかにですねすっきり快適に過ごせるかっていうのに、結構大事になってくるので、この枕にもね最近こだわってます。でその睡眠の質をですね高めるのに大事なのは何なのかっていうと、最初の90分らしいんですよ。だからもう眠り始めてから最初の90分間の間にいかにこの深い睡眠につけるのかっていうのが大事らしいです。でこちらのですね、ブレインスリープピローとここに書いてるんですけど、まあ、こちらの枕はですね、黄金の90分って言われるこの最初の90分間をいかにですね深く眠るかっていうところに重要なポイントを3つですね詰め込んだ枕となってます。ちなみにこの枕はこちらのスタンフォード式の最高の睡眠っていうね、これかなり有名な本があるんですけど、この本を書いた著者の西野さんっていう方がいるんですけど、まあ、その方が作ったこの睡眠研究の集大成みたいな枕なんですね。でちょっと外観をお見せします。これすごい特殊な外観で、これ今カバーついてるんですよ。でカバーはこの後ろで外せるんですけど、こうパッと外していくとですね、はい、ちょっと見えてきたと思うんですけど、枕の外観こんな感じなんですよ。すごくないですか。で、厚さはこんな感じです。もうなんかびっくりしてね、これ最初見た時に、この、あの乾燥した春雨みたいな見た目になってて、ちょっとびっくりしたんですけど、これがね枕なんですよ。でこの上に付属の、カバーをつけてきます。通気性が良くて、この枕を使って寝ていてもスースーして頭に熱がこもんないんですよ。で寝る時にこの体の中心部の体温を下げていくっていうのが、最初の90分の睡眠をいかにこの効率よくするのかっていうところにすごく大事なところらしいです。で次フィット感なんですけど、これねびっくりですよ。あの頭にこれで寝てみると、ものすごくねふわっとね包み込まれるような感じ、雲の上で寝てるみたいな感じで、首と肩への負担にならないので全然疲れないです。ちなみにこれはですね、使い始めて約1週間ぐらいで、まあ、徐々にねこの使ってる人の頭にフィットするようになっているので、なんというかオーダーメイド級のですねフィット感っていうのを、まあ、使い続けて手に入れることができるっていう感じになってます。ちなみにこれですね、洗うときはなんとこれ丸洗い可能になってます。で中身はこれシャワーでざっと丸洗いして、であと乾かすだけで普通にですね、清潔な状態で保つことができます。お手入れも楽で清潔に保てるっていうところもポイントですね。ちなみにこちらですね、メーカーさんの方が一つですね試しに使ってみてくださいということで送ってもらったんですよ。それでまあどんなもんなのかと思って、まず自分が使ってみてあまりにも良かった、なので次の日にちょっと妻にね使ってもらって、妻もめっちゃぐっすり眠れたということだったので、その後結局ですね、まあ、自分と妻2人で使うように1つ購入しました。はい、ちょっと色違い買ったので開けてきます。これ注文書、こんな感じで3月4日に注文しました。で Amazon Pay で買います。でなんかね、付属のこのなんかプレゼントみたいな、この GABA のサプリみたいなやつもくれますね。でこれがあの枕本体になってまして、開けてきます。こう開けるとですね、はい、さっきと同じこちらが出てきます。でこれサイズは女性と男性でですね、違うものを買うこともできます。妻はあの普通にこの自分が使ってた普通サイズで、全然良かったって言ってたので同じものを買いました。でカバーをですね変えることができて、まあ、今回買ってみたのはこちらの、まあ、ちょっとね、紺みたいなカラーですね。はい、でカバーつけるとこんな感じ。こうしてみると結構普通の枕っぽいですよね。まあ、これちょっと2つ揃ったんで、今日からね2人ともこの新しい枕で寝ることができます。はい、でこの枕を1週間使っての感想をまとめますと、寝てる間に首に負担がかかって首が痛くなるってことがまず一切なくなったっていうのと、眠りが浅かったりとか、まあ、途中でこの寝てる最中に起きちゃったりとか、もう何時間とか寝て起きたのにあんまり疲れが取れてないとか、そういうこともなくなってきてですね、まあ、1週間使っただけでもだいぶ変わったなっていうふうに思いました。ちなみにこちらあまりにも人気で、まあ、しばらく売り切れだったみたいなんですけど、今は注文ができるようになってまして、まあ、こちらね、自分で1個追加注文しました。これはマジでね生活変わります。
はい、次最後紹介していくのが、この後ろにあるハンガーラックです。これは昨年の秋ぐらいに購入したハンガーラックになるんですけど、これはだいぶね買ってよかったなっていうふうに思いました。雑誌とかに載ってて、あ、これいいなと思って注文したんですけど、まずこちらがですね、この普段最近着てるこの服とかがバッとかかるラックになってます。まあ服かけるところが、足りなくなってきたので、まずこれを導入しました。まあ、こんな感じでね、服を乗せることができて、こっちに棚みたいになってるんですよ。なので、ここにですね、まあ、必要なものを乗せてます。一番上が Wi-Fi、次が、NAS ですね。で、その下は服が、いくつか収納されてます。まあ、下の方はちょっと機材とかもね、乗っちゃってるので、ちょっとごちゃごちゃしちゃってますけど、まあ、機材とか少なかったら本当はですね、おしゃれに物を置いてディスプレイ的にね、置いてもかっこいいかなと思うんですけど、うちはこんな感じで使っております。これがアイリス大山のハンガーラックってなってまして、5490円ですね。で、Amazon で売ってます。これかなり人気のやつで、Amazon の評価もかなり高いやつですね。まあ、こちらはですね、買ってよかったなっていうふうに思いました。はい、ということで以上になります。今回はね、本当にあえてこのガジェット関連とか全部省いてですね、生活の中で良かったと思ったものを5つピックアップしてみました。まあ、枕に関しては、まあ、ちょうどね、首痛いし、妻もですね、8時間寝てんのに、まあ、次の日体調があんまり優れなかったりとかっていうところもあって、まあ、睡眠なんとかしたいよねっていうタイミングで、まあ、ちょうど今回ですね、ブレインスリップピローのメーカーさんの方からですね、お声掛けがあったので、サンプル1個もらったんですけど、びっくりした。本当に。だってその後自分で普通に買っちゃうぐらい良かったので、まあ、そのあたりぜひ参考にしてください。で、あと個人的には最初に紹介した山瀬の電気毛布とかもめっちゃ良かったですね。で、あの色が本当に良かったんですけど、今レッドしかないので、まあ、ちょっとそこ残念なんですけど、まあ、ぜひ参考にしていただければと思います。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。